お元気ですか？セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。ある人が言いました。世の中の幸せはハッピネス、しかし神様がくださる幸せはブレッシング。ハッピネスのハップとはハプニングのハップです。ということはハッピネスはいつ起こるかわからない出来事としての幸せです。その時々に訪れるハプニングのような幸せですから、そのような幸せを追い求める人生はどこか安定を欠くところがあります。上がったり下がったり、ジェットコースターのような浮き沈みの激しい人生です。一方、神様がお与えくださるブレッシングは清め、祝福を意味しています。ただし、神様から与えられる祝福には喜ばしいことばかりではありません。時にそれは一見不幸に感じるものもあります。しかし後になってそれは実はありがたきものであることを知ります。当座は辛くとも後でためになる経験となるのです。新約聖書ローマ人への手紙8章28節の言葉、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。私たちは今目先の幸不幸に一喜一憂するよりも、人生の根底に流れている最も大切な幸福を味わい、大切に育ててゆくブレッシングの幸せに招かれています。神様のご計画の中で、神様のブレッシングに預かり、人生を強くたくましく生かされていけたらと思います。イエス様はこうおっしゃってくださるでしょう。罪の責任は全部私が引き受けました。だから思い切り私と共に生きてごらんなさい。万事は益と変えられてゆくのだから。最後までメッセージをお聞きいただきありがとうございます。皆様の上には神様からの祝福が豊かにありますように。